0番横江、4番マブンガ、8番コモダ、14番オトゥーレ、24番こちら。スペーシングを取って得点を生んでいきたいと話していました。その思惑通りでしょうか。一方福島はアレックスマーフィー、アレックスマーフィー、レイアップねじ込んでいきました。セットオフェンスに戻します。オフールのピックを使っての木村のスリー。第2クォーターの幕開けは88番こちらの木村です。さあ福島、橋本ピックを使って橋本のスリー来ました。今日2本目、橋本シュートタッチが乗っています。ショーカショーンから菅野、菅野対藤中、橋本どうだ、来ました。小森からウォッシュバーン、先ほどディープ2を決めたウォッシュバーン、今度は中に入ってのこのパンクショットも決まった。2連続攻撃成功。マブンガがボールを取った。ショットクロック間もなく残りないが、ここはスティールはカンバラ、体を投げ出してアウトナンバー、最後はウォッシュバーン、バスケットカウント。ここは守りの要のカンバラがよく相手を見ていました。カンバラからトモリ、そして菅野も待っている中で最後はウォッシュバーンを使いました。カンバラに戻して、カンバラ対鈴木、ウォッシュバーン中に入っていった。これはウォッシュバーンの技ありのスクープショットでした。板橋のツーポイントジャンパーは大水野がブロックショット。ここは福島ボール、アレックスマーフィー強気のアタック、ワンハンド、素晴らしいアタックを見せましたアレックスマーフィー。トップの位置、菅野翔太、ポストプレーは一岡、キックアウト、長谷川3本目来るか、決まった。なんと第3クォーター3本目、長谷川、木村フローター、このリバウンド一岡翔が取った。残り5秒、村上だ、菅野もいる、村上が1人で行きました。ブザービーターねじ込んだ村上慎也。一方福島は村上が1人を抜いてエリックマーフィー、エリックマーフィー、これはイージーバスケットになりました。福岡のピックを使ってファイトオーバーできず、エリックマーフィーディープスリー決まりました。苦しんでいたスリーポイントショットは今日2本。トップまで戻ってきて、お、板橋がボールを取った。ルーキーの板橋、よく溜めてしっかりとバンクショットねじ込んでいきました。三森か、三森対一岡、キックアウト、木村、ショットクロック間もなく残り5秒、木村から強いパスは通らず、あ、マブンガがよく抑えました。コモダのコーナースリー、おー、ブザービー、100点に点を乗せました。今試合終了のブザー、102対74、大きくリードを奪った福島ファイヤーボンズがこれで3連勝。